こんにちは、タイガーマスクです。おや、今日のタイガーマスク、今日も気合を入れて元気に頑張って発信をしようとしていますねって、お思いのあなた。今日は天気が悪くても心はめっちゃ晴れな感じで頑張っていますねって、お思いのあなた。正解ございます。正解です。正解でした。はい、こんにちは、タイガーマスクです。はい、今日はですね、何について発信していきたいかと言いますと、上司からこんなこと言われる、こんなこと言われるっていうことってありませんか？本当に上司からね、例えばですけども、お前にはできない、お前には無理だ、お前には絶対にしてほしくないってね、絶対にできるはずなのに、可能性っていっぱいあるはずなのに、初めからお前にはできない、お前なんてこの若造ができっこねえよってね、完全にできないって決めつけてしまうと、その人がものすごく才能を持っている、ものすごくできる、ものすごくやる人かもしれないのに、できないって決めつけたら、その人もできるはずなのに、できるはずなのに、やらせてもらえない、やらせてくれない、どうして僕はできないんだっていう風になって、最終的にこう感じるんですね。僕なんかやっぱり、できないんだな。僕はみんなと違うんだな。どうして差別するのかなっていう風になって、できるはずなのに、可能性というものに蓋してしまった、できなくなってしまう。そこで自分は絶対にできるんだ、絶対にできるんだって思わなくちゃいけないですね。やっぱり上司が、できっこないよ、できっこないよって言われても、僕はできるってなかなか感じれませんよね。できっこない、できっこないって言われて、僕はできるってなかなか思えないんだけども、できっこないっていう上司がもしいたら、いると思うんですよね。そういう上司がいたら、お前ならできるよ。お前ならできるよ。お前しかできっこないんだよ。お前ができるから、俺もできるんだよ。俺もできるから、お前もできる。みんなできるんだよっていう人がいれば本当にいいですよね。うん。つまり、承認してくれる人、共感してくれる人、お互いのことを思いやってくれる人がいると、本当にできないはずのものでもできるようになるんです。本当に。本当はね、さっきまでできないと思っていた、俺なんかできっこない。全然経験もない、知識もない、知恵なんか全然ない。もう本当に頭も悪くてできっこないと決めつけていた自分がいた。だけども、できるわ、できるわ。なぜなら、君ならできるよ、君ならできる、君ならできるよ、絶対にできる。僕もね、最初は失敗もしていた時があった。でもね、いっぱいいっぱい苦しいこと、辛いこと乗り越えて、今本当にね、笑える時が来た、できる時が来たって、あったからっていうことを言ってくれたら、いや、できるかもしれない。だから、言葉って大きいんですよ。言葉って本当に深いんですよ。だから、本当に、嫌なことを言われてしまったら当たり前ですと嫌な気持ちになってしまってテンションが沈んでしまう。でも本当に君ならできる、君ならできる、頑張れ、頑張れ、頑張るんだっていうふうに常にそばで声かけてくれて応援してくれたらどんなに自分にとって支えになることだろうか。だから自分のことをいつも応援してくれてる人って本当に僕ならできるんだ、僕ならできるんだってすんごい自信に満ち溢れて、できないはずの自分ができる自分になってしまうんですよ。だから、どんなに上司から嫌なこと、悪いこと、お前なんかできっこねえよ、できっこねえよ、お前なんかこの仕事向いてねえよって言われたとしても、絶対にできるんだ、絶対にできるんだってね、言い聞かせて、そうすればできないことは何にもないんです。というか、この胸の中にいっぱい可能性というものがいっぱいあるんです。詰まっているんです。その可能性をいっぱいいっぱい広げてあげて、できることをいっぱい増やしていけば、もっともっと楽しいこと、面白いこと、ワクワクすることがいっぱい舞い降りてくります。うん、本当に。だからね、すぐにできないって決めつけるよりかは、まずはやってみて、チャレンジしてみて、失敗もあるかもしれない。だけども、取り組んでいくことによって、自分が成長していくんです。今日はですね、簡単でありますけども、
いろんなこと言われる。上司がこんなこと言われる。なんで僕にばっかこんなこと言われなくちゃいけないのよ。めっちゃモチベーション下がってしまう。本当にテンション下がる。だけども、自分はできるんだ、できるんだって言い聞かせていくことによって、もちろん、いい上司、お前ならできるよ、お前ならできるよ、頑張れよ、頑張れよって言ってくれることによって、自分は変わる。言葉って本当に深いっていうことについて話してます。今日は簡単でありますけども、この辺にしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。タイムマスターでした。はい。